C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日はお客様からいただいた質問に答えていきたいと思います。お客様からいただいた質問はこちら。じゃん。初対面の女性と距離を近づけるキラーワードを教えてください。という質問をいただきました。では答えていきたいと思います。これはですね、あくまで美容師として女性の顧客を獲得するという目線での話をまずしたいと思います。まず僕はこのタイプの女性でこういったスタイルだったら 100% に近いぐらいこの人を自分の顧客にできるというところを自分で知ってることが大事だと思うんですよ。でそれが例えば本当狭いところの 人しか対応できなければ指名数は増えていかない。それがいろんなところに対応できるからたくさんの顧客を獲得することができると思っていますので、まずは狭いところでもいいから絶対にこういう人だったら顧客にできるんだっていうですね、ゾーンというかそういったものを設けておくっていうのがまずすごく大切なことだと思います。篠崎の場合は実はショートカットが好きですってずっと言ってるんで、ショートロングからショートへこうイメージチェンジバーンってされる方が来たら、とても顧客として獲得する確率が高いんじゃないかなって思われるんですけど、実は僕はそうではなくて、感覚で言いますよ。ショートになりました、伸ばしています、やっとボブ的な感じになってきたよ、ゆくゆくはロングなところまで伸ばしたい的なお客様が来た場合、ほぼその方を顧客として獲得する自信がある。なぜなら綺麗に伸ばすことができるから、飽きずに伸ばすことができるから、その間に何が必要かっていうのを全て伝えることができるから。だってやること決まってるじゃないですか。伸ばすっていう目的が決まってるから、それを導いてあげればいいだけなので、やることが決まってるので非常に顧客として獲得しやすいゾーンの方だと思うんですね。逆にポーンって切ってイメチェンしたりとかすると、その時はすごく楽しいんですけれども、楽しくて感動するかもしれないですけど、その後がすごく続きづらいんですよ。なので私はですけど、伸ばしてるお客様の方が獲得しやすい、絶対につかみやすい、つかめるというゾーンがそこじゃないかなと思ってます。それと同じように、僕はこういった女性ならば絶対にお近づきになることができるというゾーンを、まずここなら絶対に落とせるんだとかっていうゾーンをですね、持っておく自信というか、そういう自信を持っておくことが大事だと思うんですけども、これで答えになったでしょうか。多分なってないですね。はい、でもしょうがないです。僕もそういう専門職じゃないですからね。はい、ただですね、この、質問を見たときに、ああ、なるほどなと思ったことがありまして、まず、お仕事上、どうしても、仲良くしなきゃいけないというか、コミュニケーションを取らなきゃいけないということがあれば、一生懸命コミュニケーションを取ろうとはしますけれども、なんで、初対面の女性と仲良くする必要があるんですか？仲良くする必要ないですよね。気を使う必要もないし、気を使わないってことはないですけど、挨拶程度して、よろしくお願いしますって言って、で、それでもういいんじゃないですか。で、そこから発展しようと思うとか、こう下心とかスケベ心があるから、こういう、キラーワードを教えてくださいみたいなことになるわけじゃないですか。キラーワードね。いいですけど、ただ、美容師として、こういう人なら確実に顧客にできるというキラーゾーンというか、そういうのは持っています。そしてそういうものを持っていることで自信がつくので、いろんなところに対応できる、いろんなゾーンに対応できるようになる。だからまず絶対にここは
ということで今日は終わりたいと思います。質問はコメント欄か概要欄のメールアドレスにお願いします。いただいた質問は私なりにですが、しっかりと誠意を持ってお答えしたいと思います。温かいグッドマークからのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼いたします。また見てね。さようなら。